いらっしゃいませ。バーのマスターつくよみです。今回はチョコレート好きの方のためのカクテルを2つお作りしたいと思います。それではご覧くださいませ。お待たせしました。チョコティーニです。甘いチョコレートの口当たりがとても美味しいカクテルです。飲みやすい口当たりの割にアルコール度数は高めです。飲みすぎにはご注意を。よりマディーニらしさを演出したい場合はレモンピールを振りかけてみてください。
お待たせしました。チョコレートグラスホッパーです。通常のグラスホッパーはカカオリキュールで作るのですが、チョコレートリキュールを使うことで苦味を抑え、チョコミント好きにはたまらない味にしています。感触を楽しむために砕いたチョコレートをトッピングしても美味しいです。ご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。それではチャンネル登録、いいねの評価ボタンよろしくお願いいたします。